フライスバーンというのはいろいろなものを加工する加工機のことであります。我々の職場は鋳造用の金型を作っておりますので、加工を中心に金型の加工をするために使うというような機械であります。確かにオートメーションも進んでますし、一般的に見るとそういう技能はもういらないんじゃないのというふうに言われるかもしれませんけれども、要は自動で動かす加工用のデータとかそういったものを作るのはやはり人です。さらにそういうデータを作る上でもいろいろなものをこうもっと良くしていきたいというふうに考えるのも当然人だと思ってます。基本的な技能であったりそういう技術を持ってないとすると、よりいいものはできないというふうに思ってますし、まあ我々日産の中でも技能をちゃんと持ってより良いものづくりを進めていくんだというふうな考え方で進めている。だからこそそういう技能が必要なんだというふうに思ってます。やっぱものづくりで大事なのは、そのものを作るにはどうやって作るの、なぜそうやって作るの、そうやって作ることに何が良くなるのかってことを追求するって、それをベースにして新しい技術の開発であったり、新しいこの工法だったりプロセスだったり、また新しい技能だったり、こういうことをチャレンジすることなんですよね。そういう中で機械ではなく、ちゃんと人の手で原理原則を理解しながら、どうやって作る、なぜそうやって作るってことを突き詰めてくる、これが日産のものづくりだと思います。それを実際に実現させている桜川さんの事情、本当に嬉しく思います。実際にやり方とかをちゃんと教えてもらっている時の桜川さんはすごく生き生きとしていて、すごい私にも丁寧に教えてくれるので優しいんですけど、すごい熱い方だと思います。私を楽しませてくれる、もしくは苦しめてくれる、辛い思いをさせてくれる、でもやっぱり一番楽しいのかな、受け取る側のお客さんがやはり、あ、これ素晴らしいね、これいいねって言ってくれる、やっぱり信頼されることが本来の達成感みたいなのかなというふうに私は思っています。今まで育ててもらったその気持ちを後輩に、職場に、それをちゃんと残すことだろうというふうに私は思っています。自分の宝だけにするなよというふうに言われているんだろうなというふうに思っています。